これはどちらの部屋でも UFO の中で最高のイベントがあります。何マジ何それ。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。ハマスでございます。にゃんちゅうでございます。今ね、この収録がですね、はい、3月の頭ですね。そうですね、3月上旬ですけど、そうです。2人会って、はい、とりあえず、はい、明けましておめでとうございますから始まります。UFO 覚えてますか。まあ、あれですよね、乗組員を助けるという乗組員だけじゃないですけどね。というわけで、はい、前回の最後、はい、まあ、はい、あなたは詰まりました。行ける場所すべて行きましたよ。そこがね、ちょっとあやふやなんですよね。ややす大丈夫ですか。行けば思い出すと思いますけど、はい、とりあえず、今発見したはいいけど、バッチン取れてない乗客から、うんうん、あ、レスキューマダの子たちを、はい、ピーちゃんは残り1個ですね。ピーとサンダースティック回すはトライヒル。これは多分もうちょっと、そうですね、音系ですね。僕はちょっとマイク環境変えて何も大きな音出せないのかね。ああ。で、そうなるじゃん。はい。まだ出先でして、ラーメン一つ大盛りね。が、まだできてますね。モンドハンド。モンドハンド。これはじゃんけんの人ですね。ああ。これ人が手をこう、なんか形変えないと、この子は多分出てこないんで。そっか。手に注目。手に注目ですね。はい。で、逃げたいが。ティーショット、ゴルフ、バンカーショット、ね、そう、あ、はいはいはい、ウィニングボール。ウィニングボールって何？わかんないです。あと調べてます。で、レオン。レオン。渋いピアノと陽気なピアノ。ピアノはあれだね、ね、ロン毛の。ロン毛の部屋でずっと椅子に座ってましたね。あ、フクロウみたいな。そんな感じですね。今この形、ミノムシみたいな感じですけども。うん。差し入れでベビースターラーメン持ってきてもらったらしいんだけど、これ食べらんないんだよな。ゆったり持ってるから。でですね、はい、タイムラインの波打ってるのあるじゃないですか。あれは、そのセンサーが反応したかどうかじゃなくて、写真に姿を収めたかどうかで、タイムラインの波打ちが決まるので、あなたはこの部屋でセンサーが反応してる間に、そいつを見つけられなかったっていうことです。説明下手くそだね、変わってね、ちょっと。すごい、私の理解力がちょっと。まだ、とりあえず、はい、この人を持ってる缶から、ちょっと注目してください。缶か。あれだね、なんか、筋肉増量。そう、プロテイン。今、タイマーいくつ出ました？一回、出たかな？ 3 だね、そうそうそう。そろそろ。え？今、カランと落としましたね。下。マッチョが、このコレコンで彼マッチョなんで、マッチョがムキムキになって床に寝転ぶ直前。直前。マッチョが床に置いた缶を撮影する。今！つまり今！つまり今。はい、じゃあそれちょっと一回戻りましょう。マジ？この、なんもなかったよ今。いやでもセンサーほら現に反応してるわけですし。確かに。これ結構難しい方に入るんじゃない？うわ。さあ、久々のマザーですね。はい、ああ、いる。来ましたね。お、ああ、あれこれ逃げたいバーじゃない？おっと、来ました。来た。バッチシーン。ウィニゴール。置いた瞬間のカラランっていうのは、うんうん、逃げたいが打ったボールが、ここにホールインワンした。あ、まあ、バンカーショットが挟んでてホールインワンじゃないんですけど。まあ、はい。多分、ウィニングホールっていうのはカップに入ったボールを取って、イエーイってやる。恋なんじゃないですかね。ああ、そうなんだ。喋って、わかんない喋ってます。完全に勘で喋ってます。可能性で。ビクトリーサクセス。ブイックなトゥモロー。自らの力を信じた者だけがたどり着ける場所が。かっこいいな。バイ、逃げたい。渋いね。これはもう多分タイガーウッズじゃないですかね。おお、一気に開いた。こんなに？もう。もう終盤ですね。ねえ、夕方だよ、夕方。はい。
というわけでですね、ちょっと。というわけでですね、はい、というわけで、はい、今これ。あ、別に撮んなくていいです。音楽が聞こえてきた。そうですね、レオンのピアノというのはですね、うん、近くにいると聞こえなくて、うん、遠くにいないと聞こえないっていう特殊な能力があるんですね。そうなの？今ちょっとピアノの音が聞こえましたね。聞こえた。というわけで、うん、このまま、105号室の午後1時に飛んでください。うん、はい。今、廊下の午後1時でしたね。ああ。つまり、これも、うんうんうん、他の部屋で曲が流れたのを聞いて、うんうん、その時間帯の105号室の何も起きていないところを撮らなきゃいけないと。ああ。105です。105の午後1時。今3カウントと同時に音が流れ始めたじゃないですか。この部屋の中だとピアノの音は聞こえないんですよ。うわ、難しいじゃんそれ。じゃあこれ構えて、構えて3カウントと同時に。うわ、気づかない人いるでしょ。ねえ、ねえ、ねえたまたま午後1時の3カウント目で105号室の前にいるかどうかだよ。そうですね。ちなみに隣の102号室の音が聞こえます。ああ、そう。はい、撮って。もう今弾いてるからレオン。ああ、ちょっと問題いいかな。いいじゃないですかね。じゃあこの調子で、うん、今度はですね、うん、103号室の午後3時できるか。右壁、105号室の壁に耳を澄まして。このタイミングです3カウントが終わった瞬間だね、はい、そうだね。はい、いいんじゃないですかね、これで。いきましょうか、じゃあ、そのユーフォに。というわけで、はい、どうでしょう。いやー、来てほしい。おっと、来ましたね。思ってたより気持ち悪いぞ確かにちょっと手足が急に伸びますからね。でもほら、ピアニストだから、うん、手足は長くないと。そうだね。結構撮った。お、来た。あんま変わってないけど。いや、一緒ですね。見た目一緒ですよ。仕方がない、音が入んないんだよ。そうだね。動画撮れたら良かったんだけどね。そうですね。でもほら、近くで撮るとどっちでも音入んないんで。近くにいると聞こえないっていうのは悲しいよね。そうですね。自分聞こえてないってことだよね。そうですよね。なんかあるんですかね、由来に。レオン、うん、南部生まれ、南部育ち、懐かしい思い出、ピアノの音よ、乾いた風に乗ってあの子の元へ届け、だけど近くじゃ聞こえない。渋いな、あれを102号室がガッと上げましたね。いるのかな、ピアニストが南部の方に。南部生まれのピアニスト、なんかヒントとしてありますね。南部、アメリカのことかな。ね、新しいところが。というわけで、多分ですけど、うん、もうこれで取り逃しはないと思います。うん、今のところ。では、新しいエリアに行きましょうか。行きましょうか。うん、ですね。よろしか、うん、102の3時、6時。うんうん、205の、うん、2時から7時。これはどちらの部屋でも UFO の中で最高のイベントがあります。何マジ何それ。これはちょっと1回の動画に収めにはもったいない大きなイベントがどっちの部屋にも起こりますね。楽しみすぎる。え、じゃあどっちからいきます。それはお任せしましょう。じゃあ、今3時なので、うん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 、ちょうど外で銃撃戦が終わったあたりじゃないですかね。そうかそうか。
1、もうそろそろ終わり。でもこの辺はもう何もないかも。わかんないですね。音も聞こえないしね。はい。ラーメン屋通り過ぎるだとか。だとかないですね。この時間にラーメン屋は通らない。まあ、ラーメン屋って大体夜屋台に来ますよね。イメージでしょ、うん。これから出てくるのかな。まあ夜の7時、8時ぐらいだったら来るんじゃないですかね。あっと。え？誰？え？ちょっと待ってよ。次回に続きます。マジかよ。まあまあ、次の時間行きますか。これね。いいとこで終わるな、これ。いや、この絵、ね。狙ったでしょ。狙ってます。いや、そりゃそうでしょ。作る側狙ってますよ。そりゃそうか。そりゃそうです。というわけで、この。おじさんですね。何者だ、見たことないぞ、こんな後ろ姿。これ多分新キャラクターですよ。そうだね。ゲータのさん楽しそうですよ、でも時間。あ、おもちゃを出しました。おもちゃ、積み木ですね。積み木だね。あ、ぬいぐるみ。おなんだなんだ。お、服を脱いで、おー、見てしまった。んおやおや赤ちゃんになりました。あ、いたたたたた。マジで、これ乗組員じゃない。乗組員じゃない。違う、大丈夫。健全な人間です。マジか。ほら、ガラガラも降って。ガラガラも降って。あら、何者ですか、あなた。赤ちゃん今4時だから。今4時ですね、午後の4時。父さん仕事の途中じゃないですか、時間的には。どうしたの。ちょっと外回り行ってくるっつってほら、楽しそう。クマさんと会話してる今。お父さんに似合わない高い声でびっくりしてるんだけど。もう裏声の使い手じゃないですか。積み木もあるよ、ほらほら。赤ちゃんは自分勝手ですからね。確かに。ほら、ミルクも自分で飲んで。準備いいな。どこ。めっちゃ聞こえる。はい。かれこれ2時間くらいこうしてる。違う、1時間ね。1時間、丸1時間今赤ちゃんを見てました僕たちは。ね。あれ。いや、平和な時間だ。平和だな。平和な時間だ。あ、外がもう。もう夕方ですよ。ね。かれちゃんが牛乳で飲んでる間に夕方になっちゃいました。ね。ちょっと聞こえる。積み木出そうのかな、今度は。積み出そうんじゃないですかね。おお、何か立てるのかな。なんか、何か気配を感じているか。まだセンサーは反応しません。お、来た、来た。音かな。お、ぐずり始めたぞ。泣いてるから何か。ね、赤ちゃんセンターにとっても仕方ないんですよ、あんた。もっと周りを取らないと。まだもっとちょっと。もう5枚、9枚取っちゃいました。そうそう。あなたほとんどセンター赤ちゃんに収めてるから。あ、寝ちゃった。もう、あれかな、今、乗組員、乗客か、乗客が、もう、なだめたのかな、もしかしたら。ああ、泣いた赤ちゃん。そう。なるほど。その可能性は。ありますね。ちょっと映ったらいい。端っこでもね。ね、そう。いるかいないか。電話。ちょっと近づいて。まだ出先ですよ。まだ出先ですよ。まだ出先でして。出先でして。
出先でして。出先でしてってあれじゃん。そうなるじゃん。そうなるじゃんか。あ、なんだ、そうなるじゃん。電話。電話の。だから今4時だっけ ?5 時ですね。5時か。5時の。1カウント前後ぐらいで。で、今出先でしてが。聞こえるということか。はい。よしよしよし。とりあえず戻りましょう。なるほどね。赤ちゃんの散歩しバカ撮ってましたけど、あんたはちょっとね、ほらほらもうもうめっちゃセンター、 あ、いるあ、ダメなの、センターバカ撮るかな、センターバカ撮るダメなの、え、後ろにもいるじゃん、おっと、来た、おっと、バチンだ、お、やったー、ほうし、やったー、あ、レスキューじゃん、1個で、キノコですね。キノコなんだ。キノコなんて愛してるの。クイノコ。隠してクイノコは分裂することになるのでございます。めでたし、めでたし。ストーリーテリングかな意味わかんないな。クイノコはですね、キノコですね。まあキノコですね、間違いなく。そうですね。なぜ赤ちゃんのところに来たのかわかんないですね。まあちょっと時間オーバーするんですけど、あの切りよく6時まで見ちゃいましょう、赤ちゃんがどうなるか。出先、ね、出先って言って、何やってんだろうな、出先でした。かれこれ2時間くらい遊んでるじゃん。2時間くらいずっと遊んでますね。クイノコがいなくなったから、多分クイノコが多分胞子をばらまいて、おやおや、これ固まりますよ、ヤクザ。おやおや、知らばだよこれ。さあこの空気、あっと、おじさん動いた、あっと、冷静になったぞ。クイノコをまとめて、名刺を渡す。さすが社会人ですから。そうですね。名刺を受け取ってもらえない。これにはヤクザもマーカーを。積み木が残されました。何言ってんだ。銃構えてる？銃ですね、おそらく。銃構えて待機してます。まだ何者かに追われている警察かな。まあ、あの殺し屋も一人じゃないですからね。多分他の人たちが。あ、